加藤官獣加藤官十二月二十五日から九百七十八年九月二十七日は、昭和期の政治家、労働運動家、日本社会党衆議院議員、足田内閣の労働大臣、碧水、律とも称した、戦前の労働運動で活躍し、日の玉官銃の異名を取った投資型の運動家、立憲民政党、国民同盟の衆議院議員を務めた、 加藤大一は実刑。婦人運動家、政治家の加藤静江は、婦人で、おしどり議員として知られた。1892年2月25日に、愛知県庭郡岩倉村で生まれる。日本中学などを経て、日本大学法学部中退。当初は、国家主義者として出発し、1918年、シベリア出兵に参加するが、戦争の悲惨さを体験して、 反戦、労働運動に転向した。1920年に帰国して、八幡製鉄所葬儀を指導する。1928年関東金属、産業労組委員長に選出される。1929年度の労党に入党する。1934年には、日本労働組合全国評議会議長となる。 1936年第19回衆議院議員総選挙に旧東京五区から立候補し全国最高得点で当選する。1937年日本無参党委員長に就任するが人民戦線事件に連座し投獄された。1944年男爵夫人だったが離婚していた婦人運動家の静江と結婚する。加藤らの三次制限などの活動は 戦中から敗戦までの弾圧によって政府に禁じられた。1945年日本社会党を結成に参加する。社会党では組織局長となる。1946年戦後初の総選挙である第22回衆議院議員総選挙に立候補し、夫婦で当選する。この選挙では、 静江夫人も全国最高得票で当選し政界のおしどり議員として知られるようになる。国会対策委員長に就任する。1948年、足田人氏内閣では、労働大臣として入閣、野みぞ勝るとともに、党内左派として入閣したため、現実左派と呼ばれた。労将として、公務員の葬儀権禁止を政令二百一号として布告するなど、 従来の立場と格内とで板挟みになる局面も出かしたが、足田内閣は昭和電光事件で倒れる。1949年の第24回衆議院議員総選挙では、全国的に社会党が大敗し、加藤も議席を失った。落選中の1951年には、東京都知事選挙に立候補するが落選。同年10月、 社会党の左右両派の対立構想が激化し党は分裂、加藤は右派社会党に所属する。1952年の第25回衆議院議員、総選挙、東京2区から国会議員に復帰。国会での質問で通算大臣であった池田隼人の中小企業者が倒産し、思い余って自殺するようなことがあってもやむを得ない、という失言を引き出し、 池田通三省不信任を可決させた。1969年第32回衆議院議員総選挙には立候補せず、政界を引退。翌1970年の春、君一等随法賞受賞。戦後の生存者叙勲再会後、妻の静江と共に社会頭髪の受勲者となった。ありがとうございます。